これでラフィアのね、巻くことはすべて、この傷口は塞がりました。はい。今度ね、針金掛けの準備ですね。はい。このね、下にね、いらない枝がたくさん出てるんですよ。こういったものを全部ね、きれいに取っていきます。はい。それで針金をかけます。はい。そういうさ、まあ、下に出てる枝はもう、はい。はい、わかりました。何かすごいね、こうなってくるとね。すごいですね。え？すごい。ねえ。ええ。はい、肥料について、はい、全般的な感じで肥料の与え方とか、はい、いつ与えるべきとか、はい、こういう樹脂にはいつ頃とか、はい、こういう時はダメよとかっていう、教えてくれてよろしいですか。まあ結局ね、まあ人間と同じで元気だ木は、要するに食欲も旺盛だけども、元気が悪くなった木によくね、元気につけようと思って肥料をやる人がいるんですよ。これが一番の間違いなんですね。元気が悪い人にね、高カロリーの食事を与えたら逆にマイナスになります。それと同じで、元気が悪くなったら肥料は絶対やっちゃいけないんですよ。そうなんです。で、元気のいい木はね、いくらやってもね、それだけの養分を吸収しちゃうけれども、悪い木は吸収できないんです。ですからそれだけは気をつけてもらいたいです。よく逆に考える人います。そうですね、私も逆だと思って、元気つけようと思って一生懸命肥料やるんですけど、まあ自然のまんまで肥料やらずに元気見てて、元気になってきたらやってもいいけれども、はい、通常はどんな肥料使われてるんですか。もううちあたりはもう既成の肥料ですね。今の肥料はね、ちゃんと考えて、油かすが主体ですけども、あとそこに骨粉ですとか魚粉だとか、そういったものをみんな混ぜて配合して、作る肥料が日本では販売されてます。これ肥料メーカーも一生懸命やってますからね、いいものを作ろうとしてやってます。新柏にはどの時期に与えられたんですか。どの時期に、だいたい漂白用のっていう肥料があるんですよ。はい、ですから新白にしても黒松にしても五葉松にしても全てのものにやって大丈夫です。時期的には時期的にはまあ一応活動期間ですね。はい、だいたい早いもので2月の半ば頃から活動を始めますから、これは国によって違うから一概に言えない。日本の場合ね、はい、2月の半ば頃から活動を始めますから、その頃からもうやっていいです。はい。それでもう秋涼しくなってきたらもう大体活動止まりますね。そうしたらほとんど肥料はもうやらないです。ですから半年間じゃないですけども、1年のうちの3分の1は肥料なしです。はい。肥料はあげないと。はい。活動しないから。そうですね。それも全ての樹種に対して言えると。大体そうですね。はい。冬眠中ですから、早く言えば。はい。今使ってらっしゃるのはハサミですかね。もうこれは女性用の、はい、目切りバサミっていうのブランドですか。私は高級品のマサクリなんて使えないんですよ、まだ。今使うのはキクワですかね。キクワさんのですかね。キクワさんなんかいい方ですね。これなんかね、これがもう15年ぐらい使ってますけども、はい、俺が買った時は3丁で1000円かな、
4つで1000円かな、250円ぐらいです、これ。まあ、15年ぐらい使われて。これは15年使ってますね。で、これは言っちゃいけないかもしれないけど、まさくりなんていうの、俺が使ったらば、3日でダメになる。これは15年使ってもダメになる。いや、これはね、外国製のね、もう一番簡単に作るハサミですよ。これは、こういうのはちゃんと綺麗になってるんでしょ？そうですね。これは、バシャって、プレスで押して終わり。で、ここくっつけて終わり。そういうハサミ。あんまりこだわりないんですか？私は道具なんかこだわらないですね。工房筆を選ぶっていうでしょ、はい、ありがとうございます。はい、それじゃあね、こっちから少しずつ針荒れかけやっていきますからね。ちょっと8番。今度ね、道具はこれ片付けちゃっていい。はい、で、こういう時にはここへ、ここへ。で、針金こういうとこ、8番、10番使うから、はい、ノコギリもいらない、はい、ここは針金切りだとか、なんか8番ってのあるのか、あります、あるの、すみません、はい、ハイゴールドって色はありますか、それもありますよ、お使いになられますか、使ってませんけども、使わない、はい、かもしれないですね。まあでも木村さんメインであるから、もう私はそんな高級なもの使えないんでね。いや、もう外国はね、はい、道具でも朝国ですからね。そうなんです、あんなもの私なんか高くて使えないですよ。すごい高いんですよあれ。そうですね。なこれ、これいくらだっけ、今高くなったんだよな。うん、まあ1000円ぐらいですじゃないですか、確か。そんなにすんの、クレスは。確かそうですね。600円で買えないと思います。1000円近かったです。最初の頃は、最初の頃は3丁でいくらだったんだよ。そうだね。僕も巻いていいですか？え？僕巻いていい？ちょっとやめろよ、これだけは。難しいんだよ、ここは。ここは難しいんだよ。これから姿出してかける。針金巻くだけじゃねえからな、これは。これは一番太いやつです。8番ってやつですね。これはちょっと極端に枝を曲げなきゃいけないもんで、8番使います。はい、それでここはね、ここは10番でいいかな。こっち来るからね。うわあ、これ。はい、これは二重巻きっていうよりもね、ここに太いのが2本あるんですよ。
継いだ部分ですからすごく気を使いますね。え？継いだ部分ですよね。そうですね。はい、今度細い針から使うよ。細いって言ってもね、12番ぐらいだな。12、そう、そのぐらい。え、置いといていいよ、置いといていいよ。この状態いかがですか？新しい。はい。新しい葉の状態は。とってもいいです。もうベリーナイスですね。食べさせるからさ、村を昼飯代ぐらい仕事しろよ。これね、これがね、あの小林さん、はい、ちょっと難しい仕事は、はい、やっぱりこれ幹がこういうふうに全部動いてる、枝も動いてる木でしょ、はい、そうです。そうするとこれをね、まっすぐかけちゃダメなんですよ。だから ここに模様取ったでしょ、これ、はい、ほら。ちょっとこれ見て、ここにね、模様を取ったんだ、枝に、こうやって、はい、だから小枝もね、やっぱりこれストレートにおかしいんですよ、うんうんうん、ですからこれもね、幹模様に合わせて全部その模様を取るんです。え、こうでしょ、はい、で、こういうふうに曲げて、うんうんうん、で、こうやってまあ曲げてやらないとダメなんです。それで、あと長さ調整で、これがこんなに長くはいらないわけですよ。ええ、このぐらいでいいでしょ、ええ、これもね、この辺りでいいんです、ええ、で、下の葉もほとんど取っちゃった。で、こう、はい、はい、でも、はい、細いの17番とか18番も必要だよ。だからここへも置いてもいいし、ここへも置いて、これ上手に考えておいてみな。はい、はい、16番はどうした、18番はどうした、18番どうした、はいはいはい、ここ置いて、こっち置いて、あっと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 、はい、葉っぱにはですね、ええ、あの葉っぱは平面的な感じで仕上げられるんですか、ね、だいたいそう、だいたいもう上向いてる、あの葉っぱだけで仕上げていくものですから、だから平面のような形になりますよね、はい、でこれからどんどんこれが成長していきますから。